吉高由里子、光くんへ、じわじわと、どうする家康、声へ、サスペンスに恋愛にお仕事、受けるドラマ要素が全部入り成長するドラマの強さ。吉高由里子、36、主演の NHK 大河ドラマ、光くんへの第33回、式部誕生が9月1日に放送される。物語は中盤に入り。 8月25日放送の第32話の平均世帯視聴率、ビデオリサーチ調べ、関東地区が、前回から0.9ポイント上昇して11.2%を記録。前作、どうする家康の前話平均11.2%を超える可能性が出てきた。同ドラマは、平安時代の恋愛長編小説、源氏物語の作者紫式部が主人公の物語。 マヒロ、高は道長、エ本タスク37に、一条天皇、塩野明久29に受代した娘、秋子三上愛二十三23を慰めるため、物語を書いてほしいと頼まれ、いよいよ、源氏物語を書き始めることに。思いを秘めたまま結ばれなかったマヒロと道長の関係が変わりつつある。第32は、誰がために書くは、 一条天皇と貞子、高畑三月二の娘おさむ子内親王の模擬の儀式が行われ、一条天皇は未だ苦行に復活していない、貞子の兄、コレチカ、三浦翔平十六を大納言の上座に座らせる。その数日後、一条天皇は道長を代理に呼び、コレチカを人帝に参加させるため、苦行たちを解き伏せるよう命じる。また、 マヒロが書いた物語を読んだ一条天皇は、自身への当てつけだと思っていた。しかし、書いたのは、維持の娘だと道長が告げると、貞子から聖少納言、ファーストサマーウイカ、34の友として紹介されたことを覚えていて、また会いたいという。そこで道長は、マヒロに娘、アキコが暮らす藤壺へ上がり、女房として働きながら執筆することを提案して、 という展開。一条天皇と秋子との仲を深めるきっかけにするため、真広を宮中に呼び込もうとする道長。X、旧ツイッター上では、そんな道長に、互いに心を残したまま別の相手と結婚して子供もできた頃に再会して、ビジネスパートナーという新しい関係を築きつつあるけど、まだまだ全然現在進行形で思いを深めちゃってる、などの声が、 まさしく、二人の関係においては、心章が始まった感じだ。これまで、サスペンスと恋愛の要素が強かった本作だったが、次回から、真宙は宮塚への身に。富士壺で様々なタブルや人間関係のごたごたに巻き込まれることが予想され、お仕事ドラマのテイストが強くなりそうだ。また、真宙に構ってもらえず、寂しい思いをしている娘里子。 福本愛優七との親子関係も気になるところで、家族ドラマとしての側面も描かれそうだ。サスペンス、恋愛、お仕事、家族と、現代に通じるドラマ要素が全て入っており、これで面白くならないわけがない。しかも、これらを一年かけて描くという贅沢さ。これは大河ドラマであればこそで、視聴者はゆっくりと登場人物の人生を見ることができる。 ある意味、成長を描くドラマであり、それだけ視聴者の作品に対する思い入れは強くなる。X 上で、ずるくて悪い、いい男になったね、などと、道長の成長を見守る声もあるが、それも納得だ。じわじわと静かに、しかし確実に盛り上がってきている、光くん君へ。視聴者は、もはや本作の伴侶と言える。ここから先の後半戦、 視聴率が上がることはあっても、下がることはそうないだろう。どうする家康、声は、順にあるだろう。ドラマライター、山川、吉高も放送を見ながら、しかし、低美しいな AI かよ。と X に投稿した一条天皇。演じる塩野の人気も、急速に拡大中だ。